はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像は東洋思想をですね、戦国策からお伝えしたいと思います。聖の国という、戦国時代は中国の戦国時代ですね、紀元前4世紀から3世紀ぐらいなんで、大体7、8カ国ぐらいの国があったんですよ。まあ大体です。僕もちゃんと数え上げたわけではないんですけども、その中の国にですね、国の一つにですね、一斉の聖と書いて聖の国というところがありました。でその国にいわゆる名将と呼ばれる人物がいまして、デンタンという人物がいたんですね。でデンタンに関してちょっとお伝えしますと、名君なんですけども、ライバルのですね、国の、名将にガッキーという人間がいたんですね。でこれを失脚させて、火牛の刑といって牛の尾に火をつけて敵陣に追いやりと、多分これ武功派でしょうね。要するに戦争が得意なタイプ、いわゆる豪傑派だの大分だと思いますけども、それに対してデンタンっていうのは、頭でどっちかというとですよ、勝負しに行くタイプっていう、軍師派だっていうところ、戦略家ですねっていうところで、名君として知られていたりすると。で人物もよくできた人間でして、それはこのエピソードの中でですね、出てくる話題なので後ほどお伝えしますね。で今回の話題はそのデンタンと部下である長没という人物の話です。で、ちょっと読んでみたいと思いますね。でまだこれは冒頭ではですね、まだデンタンが、あ違う、長没がデンタンの部下になる前の話です。長没はいつも、あの人はくだらんと最初の安平君デンタンをけなしていましたと。でデンタンは特に首席を設けて長没を招き、あなたはいつも朝廷で非難されるが、私に何か落ち度でもあったのだろうか。デンタンよくできた人物ですから、誰に対してもですね、謙虚な姿勢で問いかけをするわけですよね。でその時に長没はこう答えます。意図があったわけですね。長没も盗跡、つまり盗賊の名前のことなんですが、盗賊の飼い犬が行、古代の西洋ですね、行春のその一人ですね、行に吠えるのは陶石を敬って行をバカにするからではありませんと。犬は飼い主には吠えないものと。その盗賊の飼い犬だったらば、盗賊に対してね、その飼い犬が吠えるってことはないですよと。で単純に敵とみなしている人間がどういう人物であれ、敵は敵だから吠えるんだっていうことを言ってるわけですね。仮に愚者と賢人が戦ったとしますと。で愚者の飼い犬は相手が賢人だろうともその小村に噛みつくでしょうと。でましてや賢人に飼われているとしたら、相手の小村に、噛みつくだけでは済みますまいということを言ってるわけですよね。このエピソードを覚えておいてほしいんです。飼い犬といえども、その立場が変わればですね、攻撃対象は変わるということを言っているわけですよ。ざっくりとですね。でその話を聞いて、安平君賢いですか、なるほどということを言うわけですね。安平君は翌日、長没を女王に、その安平君が当時仕えていた聖の国の王様ですね、女王に推薦したと、長没をですね。で王には 9人の家臣、長臣がいた、要するに大事にしている家臣がいたと。ところがこの彼らはですね、安平君は出来がいいですから、要は妬まれてるわけなんですよね。で安平君の勢力を弱めようとして王に献上したと。で我が聖の国が燕の攻撃、燕ってこの戦国時代にある一つの国の一つですね、燕って書くんですけど燕と呼びます。燕の攻撃を受けた時、宋王は、これ秦と楚っていう国があった時に、楚は秦と同じぐらい強い国として一回お話したことがありますね。蘇王はある将軍に1万、当氏将軍という名前なんですが、ある将軍に1万の兵を授けて救援してくださいましたと。そのおかげで今や我が国の国土は安泰でございます。使者を使わせて蘇王に感謝の意を表すべきではありませんかということを言うわけですね。で誰をやろう、長没が適任でございますと。裏はありそうですよね。要は何かしら、使いに長没を使いを出させろと
でアンペイクに対してですね、それでなんか落ち度があったならばそれで、アンペイクを貶めようとそういう意図は感じますよね。で長物は使者として行くことになりましたと、その頃その慶城王、まあその王様です、慶城王は歓迎の宴を張って、長物を迎えたと。そのため長物は予定を過ぎても帰らなかったと、ちょっと雲行き怪しくなってきましたね。でまあそういうわけで、いや帰ってこねえじゃねえかと、ふざけんなということで安平君をそしるわけですよね。この9人の他の部下はですね、長物ごときが大君の君主に引き止められるのは後ろに安平君の権威があるからです。安平君は臣下の礼も尽くさず部もわきまえていません。そればかりかよからぬことを企んでは人民をいたわり、貧乏人を救って民を徳を施しています。外では恵比寿や、まあ、外敵ということですね、賢人を手なずき密かに諸侯の英雄豪傑と交わっています。何か企んでいるに違いありませんと、まあ、要するに吹き込んでるわけですよね、あることないこと。で、後日、まあ、残念ながらこの姓の当時の王様で女王はまあ凡庸なわけですよね。で丹を呼べと、まあ丹というのは伝丹のことですね、まあ呼び捨てですわ。で命じたと。安平君伝丹は冠もつけず 素足のまま 肌脱ぎ、まあ、要はですね丸腰ってことです。でとなって思考、し資材を買うたと。いや申し訳ありませんでしたと、まあ、その伝丹としては当然その身に覚えはないわけですよ。ただ人間ができすぎているので、あじゃあ私はそれなんていうのかな、まあ、事実として、まあ、確かにね、長物はまだ帰ってきてないですから期日をついても、それは私が悪かったのかなという、そういう意図で、こういう丸腰でね出てくるわけです。で5日後には沙汰がありと、疑いは解けて今後も進化の礼を尽くしてほしいと。まあそりゃそうですよ、悪いことしませんから伝太はということで、その後ですね、まあそんなトラブルがあった時後で長物が祖から帰ってくるわけですね。まあ、その王様もですね、長物を丁重に扱ってただけなんでしょうね、おそらくは。で、まあ、だから遅れて帰ってきたと。で当然その行き先っていうのをですね、長物は聞きます。でその後にですね、まあ、改めて丹を呼べと、まあ、相変わらず呼び捨てです、王様が命じたと。でそれを見かねた長物はですね、つまり伝丹のさらに部下にあたる、まあ、そうから帰ってきた部下はですね、こういうことを言います。なぜそんな亡国の言葉を口になさる。一体あなたは州の文王、まあ、かつての名君ですね、州の国どちらが偉いと思いますかと。文王には及ばぬと。無論そうです。では姓の漢公、これも素晴らしい名君ですね。一時は中国を統一しました。で、漢公にも及ばぬと。その通りです。文王は龍門を大公とし、漢公は漢以後中法として推しを請いました。まあ、つまりその王様にとってですね、優れた部下、特に軍師とか宰相にあたる人物、まあ、例えば曹操にとっては閣下なり順位だったでしょうね。あれ例えば劉備にとっては諸葛亮だったでしょうね。であるいはその孫権にとっては陸遜っていう人物がいました。まあ、こういう関係です。でその通りで、そればかりか有史以来臣下として安平君ほど高い功績を挙げたものはありませんと。にもかかわらず淡々と呼び捨てになさると。なぜそんな亡国の言葉を口になさるのかと。要はお前は人間がなってないと、なんで伝丹に対して、そんなに、ね、リスペクトを払わねえんだということを言ってるわけです。で円に侵略されて、さっき出てきましたね、燕のっていう漢字で一文字で書く円の国です。円に侵略されて上陽の山中に逃れました。その間孤立無援の束縛を持ちこたえたのはどなたですと。戦い疲れた民兵7000を率いて敵の大将を虜にしたのはどなたですと。姓の国土を奪回したのはどなたです。皆安平君の手柄ですと。あの時安平君があなたを上陽に閉じ込めたのは自分で王位についたとしても、おそらく誰も反対できなかったでしょうと。そのぐらいその功績、際立った功績を打ち立てたと。まあ、力もありますから、自分でその旗揚げして自分自ら王を名乗ることもできるぐらいの器だったわけであるわけです。しかしそれでは道に外れ、義に反しますと。安平君は道路を作り宮殿を建てて、王妃ともとも上陽の山中からあなたを迎えましたと。どうぞここに、住まってくださいということをですね、要するに城を譲り渡し明け渡したわけです。
王に対してですね、かくてあなたは国に帰って再び王位につくことができたのです。今はもう国も安定し人心も落ち着きました。それで淡々と呼び捨てになさるのはなさるのですかと。赤子でもそんなことはしませんと。速やかに9人の者どもを殺して安平君に謝るべきです。侍と国を危うくしますと。王は9人の長身を殺してその一族を追放し安平君に揶揄の1万個加増したという、こういうエピソードなんですね。まあ、王様ですからやることがまあ極端な面はありますけれども、まあ、王様だからというよりは随分、まあ、伝端をね、はめようとした他の、部下たちを一斉に殺したっていうことは随分、まあ、それはそれで極端かなというんですが、まあ、事態を重く見たのかな、まあ、わからないですけどね、というエピソードなわけです。で、まあ、往々にしてこういうことってあるんですよね。で、例えばその、まあ、これ COC 向けの映像ですけども、学生にとっても、まあ、しょうもない上司とか管理職に割り当てられてしまう、まあ、その企業の大小問わずっていうことはあると思うんですよ。で、そのしょうもないタイプってどういうことかっていうと、今のこの9人の長身のように極わって、優れた人物を陥れようとか、あるいはその王にその自分の目上の人物、まあ、このエピソード伝端と長物のエピソードに関しては王様に対しておもねってるわけですよね。ごま吸ってるわけですよ、こうやって。で、自分たちの方が王様に対して従順ですよみたいな、そんなふりをしてるわけですよ。でも実際のところは伝端を落とし入れようとしてるだけに過ぎないと。で、それに対して、まあ、長物はですね、冒頭で最初は伝端に吠えるっていうことをしましたね。まあ、当然その伝端は当時は浪人だったのかわからないですけども、使える人間は出てきませんから、まあ、盗賊ではないけに使えてそのが飼い主だったわけではないけれども、その例えとして、飼い主不在の飼い犬の立場から伝端に対して吠い散らかしてたわけですよね。ですが、その伝端を非難していたのはあくまでその次につなげるためのパフォーマンスでしかなかったと。で、本当のその批判の対象、吠えまくる対象っていうのは聖の女王だったわけですね。まあ、凡庸であり分別もつかず、そのおもねっている9人の部下をですね、伝端以外のを重用してたわけですね。つまり、まあ、大事にしてた。ですが、実際に 国のためにその功績を立てたのは抜き、まあ、今の話ですとね、出てきた限りでは軍を抜いてるのは伝端ですよね。というわけで、伝端のために今度は心の底から吠えた、その飼い犬、犬としてですね、という例え話が最初に来ているわけです。で、まあ、長物もそういう意味では優れた人物ですよね。その最初から聖の女王に問題があるということを 見抜いた上で伝端に、使えることを決めて、で、彼を立てた。で、まあ、その聖の、あ、違う、その国に使いとして派遣されるわけですけども、そのタイミングで起きたトラブルっていうものを見逃さずにですね、そのまま一気に切り崩していくっていう。で、事態は当然、まあ、少なくともこの伝端なり長物の立場からすれば極めてフェアな切り崩し方をして、まあ、聖の国はおそらく安定したんじゃないんですかね、この事件があってという状況に持ち込んだわけですから、まあ、伝端も優れた人物ですが、この長物もなかなかの器なのかなというようなエピソードですね。で、まあ、僕もですね、ちょっと身近な話題になりますけども、僕も去年からですね、まあ、いろんな企業にポツポツ、まあ、どれも短期的な付き合いなんですけどね。というのもやっぱり僕、まあ、さらに横出しになりますけども、ずっと一人で事業主として今もそうなんですが働いているんですよね。なので、どっちかというと経営者なんですよ。どっちかということっていうか、会社は経営してないですが経営者なんですよ。で、経営者なので、そのビジネスをちゃんと運営していくには何が必要か、何が足りないのか、あれどういうところに対して誠実じゃないのか、嘘をついてはいけないか、あれ厳しく自分を律しなきゃいけないかっていうのは、どうやらですね、まあ、僕が優れているんだっていうことを言うつもりではなくて、どうやらそのお勤めが長い方なんかを見てると見抜くのが早いっていうことを自覚しているわけなんですよね。で、要するに状況把握が早いんですよ、お勤めの方よりも。
なのでそのなるべく外から見て、関わった方がまあいい距離感というか、あんまり中に入り込んでいくとボコボコに行ってしまうとかそういう自覚があるので、まあ遠目から浅い付き合いをするっていうことをしているんですが、まあこういうことってよくあるんですよね、やっぱり企業でも、まあ、中盤で申し上げましたが。で、学生の皆さんにとっても、まあ、今のこの電炭と長物の話っていうのはかなりドラスティックな話ですけども、大内小なり似たような展開っていうのは今後 何らかの組織に属することで起きてくると思いますね。でそれはその例えば部活動とかサークルとかでも多少あると思うんですよ、その利害関係とか、あるいはその何かつばぜり合いとか。ただ社会人になるとそこに利益とか経済お金っていうものが絡んでくるので、より醜い形で表出したり、あるいは立場を乱用して、筋を通さなかったりっていう連中がですね、世の中には本当にたくさんいるんだなということを実感する局面に立たされると思いますね。でその時に皆さん自身が何をするかっていうことは、皆さん自身の自分らしさ、あるいはその生き方っていうものを考える上で、後悔しない上ですごく大事な軸になってくると思いますね。目先の利益で、まあ、9人の長身のような、今回の最終的に切り殺された部下のような生き方に陥ってしまうのか、それとも筋を通して電炭あるいは長物のような生き方を貫くのか、まあもちろんそこには非常に、鋭利な判断能力、あるいは行動力というものが問われますよね。まあこういうものっていうのは結局我が身に最終的に返ってくることですから、自分を偽れば偽るほどそれに対して、大きな局面をに立たされた時にやっぱり後悔するっていうことはあるでしょう。まあ僕はそういう局面っていうのはなるべくないように、あるいはその現状幸いながら生きてきた中ではそういう局面は迎えてないつもりなんですが、ただ、まあ、人によってはそちらばかりっていうことにもなるでしょう。まあ、そういうわけで、この電炭と長物のエピソードっていうのは一つ頭の中、そのいろんな、まあ、企業に関わらずいろんな組織の中で立ち回る上で、モデルケースとして自分の中の、まあ、鉄則として、念頭に置いておくと僕はいいんじゃないかなというように感じました。今回の映像は戦国策ですね、今出てきた電炭の国が使える国ですね、という章から電炭と長物というエピソードをお伝えしました。